まだ20代前半の頃の話。私は上京して一人暮らしをしていた。そこへ幼馴染の A 子がアポなしでやってきた。久しぶりに会う A 子にすごくびっくりした。結婚して A 子も東京にいるのは知ってた。まだ携帯もネットも普及していない時代だったから、年賀状で近況を知らせ合うのが当たり前。A 子の顔はあざだらけで、こんな言葉は当時はなかったけど、DV だと察しはついた。話を聞くと、A 旦那は、賭け事で借金がかさみ、A 子に風俗へ行くように命じた。A 子拒否。怒り狂った夫に暴力で脅され、監禁されたけれど、夫の目を盗んで着の身着のまま逃げ出してきた。年末の寒い中、薄っぺらな上着を脱いだ A 子は、ほつれて、ポロポロのセーターに膝の抜けたジーンズ穴の開いたヨレヨレのスニーカー、靴下も履いてなかった。手にしているのは、私の年賀状だけ、お金がなくて半日歩いてやってきたそう。かばってやろうにも、生活の面倒を見てあげるほど、私もお金を持ってない。年賀状等も、すでに何通か送っているので、私の住所がバレるのも時間の問題。私の母が、義父に DV を受けていたのに、警察が何もしてくれなかったし、都会の警察は違うかもしれないけれど、警察に呼び出された義父が帰宅してから、母に、さらに暴力を振るっていたのも見ていたので、警察もダメだと思った。私も、東京に知り合いがいるわけでもなく、同僚とはこんな修羅場に巻き込むほど親しくない。A 子にしても、助けてくれる知り合いがいるなら、私のところになんか来ない。とりあえず、A 子を風呂に入れて、私の服を着せて、二人で途方に暮れていた。A 子は、いくらかお金を貸してほしい、きっと返すから、と言って泣いた。現実的にそれしかない気もした。その時、ピンポンが鳴った。私たちは、ドキドキして顔を見合わせ、私は、玄関に、まさに忍び足で向かい、ドアスコープで外を見た。玄関の前にいた男と目が合った。びっくりして飛びのき、声が漏れないように手で覆って部屋に戻った。私は無言のまま、A 子の手を握って首を振った。私は目まぐるしく考えた。逃げなきゃ、と思った。アパートは2階だし、でもベランダからどうにか、とベランダのある寝室に使っている部屋の方を見たとき、心底驚いた。心臓が一瞬止まって血の気が引いて、次に顔がカーッと熱くなった。閉めてあった襖が開いていて、男が二人立ってた。男たちがにやりとして、一人が玄関に向かった。玄関の開く音がして、男たちが数人。入ってきた。妙なもんで、ああ、土足のままだよ。なんて思った。男の一人が、奥さん、逃げたらダメだよ。旦那の借金はちゃんと返してもらうよ。とかなんとか言ってた。気づいたら、私と A 子はへたり込んで、両手をしっかり握り合ってた。この際だから、お友達にも協力してもらう?なんて、誰かが言った。私は、男たちの顔を順番に見て、一番偉そうな男の顔を見て、あれ?と思った。ピタッて思考が止まって、あれ?誰だっけって思った。向こうも私の顔を見て、何か思い出したみたいで、隣の男に何か言って、私の出したハガキを見て、また何か言って、全員、ぞろぞろと部屋を出て行った。私と A 子は、へたり込んだまま呆然としていたんだけど、私は、さっきの男が、誰だったか、一生懸命考えていた。母の男は次々変わって、歳も職業もいろいろだったけど、まあどれもろくでなしだった。でも、母の男たちの年齢よりは、かなり若かった。まだ30代中くらい。それに、ろくでなしたちは、あんな幹部的な人ではなく、チンピラ程度の下っ端ばっかり。私のジップも、いわゆる鉄砲玉かなんかで、刑務所に入っている間に生まれた。祖父母が認知すると、前科者の娘になってしまうと、わざわざ認知しなかったような男。やっと動けるくらいに落ち着いてから、私は、玄関の鍵をかけに行って、なんとなく、ドアを開けたら、その男が廊下に立ってた。
びっくりしたけど、怖くなかった。顔をじっと見てたら、男が玄関に入ってきた。男は玄関からは上がらなかった。台所には、足跡がいっぱいあって、男は、それを見て、眉をピクって動かした。変なもんで、その眉毛で、記憶がパーッと蘇った。男は、義兄でした。義兄といっても、幼稚園から、小学校の低学年くらいの間、母と暮らしていた男の息子で、私も同じ名字を名乗っていた気がするので、多分義兄だったんだと思う。当時義兄は高校生くらいで、原色の T シャツと、ボンタン、うっとい、学生服ズボンの印象がある。学ランも長くて、膝くらいまであった。義兄はとてもよくしてくれました。母は、私の世話なんか全然しなかったので、一緒に暮らしていた間、義兄がご飯作ってくれました。よく、義兄の彼女が来ていて、ヤンキーだけど優しかった。妹さんのお古だけどって、可愛い服や、可愛い文具なんかもくれた。私の人生の中で、あの頃が一番幸せだったように思う。それでも、その一時期をすっかり忘れていました。私は、ピフに売られていました。ピフの小遣い稼ぎで、ロリ親父たちに、多分時間いくらで。それまでは、触られたり、舐められたりだったけれど、無理に入れられて、痛くて泣いた。家に戻っても痛くて痛くて、帰宅した義兄に泣いて訴えたら、病院へ連れて行ってくれた。多分、病院から通報されたんだと思う。義父が逮捕されて、母に殴られた。お前が我慢しないからだって。その後、施設に入ったけど、しばらくの間、義兄は、よく面会に来てくれた。私は、母に引き取られたり、施設に戻ったりを繰り返していたので、義兄とは連絡が取れなくなった。中学を卒業する頃、母が酔っ払って車道で寝ていて、車にひかれて死んだ。それで東京へ出てきた。A子は、中学時代、そんな私にでも仲良くしてくれた唯一の友達だった。でも世の中甘くないよね。中卒で保証人もいないような女を雇ってくれるところなんかない。結局、昼は調停変工場で働いて、夜はキャバクラ。そのうち、定時制の高校を出て、昼は、小さい会社のジムに雇ってもらった。当然生活できないので、キャバクラも続けてた。義兄に、元気だったか、と聞かれたので、うなずいたら、そうか、と一言言って、頭をポンポンされて、そのまま帰っていった。結局、義兄に会ったのはこれが最後。数日後、弁護士がやってきて、A子の夫の借金は、A子が返済する義務は一切ありませんと言われた。A子には、就職先と住まいが用意されてた。弁護士に、義兄の連絡先を聞いたけど、教えてくれなかった。A子を脅しに来たヤクザ者たちが、どこの人たちかもわからないし、私にとって、お兄ちゃんでしかなかった義兄の名前もわからない。私は、勤め先の息子と結婚した。結婚した時、弁護士さんが、義兄からの結婚祝いを届けてくれた。それっきり音沙汰ない。夫や義父母には、ある程度は話してあるけど、義兄のことは言っていない。A子も、今は、まともな人と結婚して、幸せに暮らしている。なんで、今頃、この話を投下したかというと、A子がおばあちゃんになったと連絡が来たからです。うちの子たちは、まだ高校生なんだけど、私の生活は、あの後も前もあまり変わりなかったので、夢だったんじゃないかと思うこともある。自分の子供時代は、抜け落ちている部分がかなりあって、子供時代から妄想癖があるので、現実と妄想の区別がとても曖昧なんだよね。でも、義兄が食べさせてくれた、でっかいパフェの記憶は妄想じゃないと思うんだ。最近、更年期で涙もろくてさ、義兄に会いたいと、よく思う。毎年、弁護士さん宛に、家族写真入りの年賀状を送っている。義兄に届いているといいな。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、Facebook や Twitter でのシェアをしていただけますと、小躍りして喜びます。